謎の巨人薩摩人を追え。チェスト巨人特捜班は島津成明公が残した巻物をヒントに修正館事業をたどり、薩摩人の秘密に迫る。修正館事業では鉄やガラスなどの生産に強力な火力が必要であった。その燃料となる木炭を生産していたのが近代海産寺山炭釜跡である。薩摩人にはどのような燃料が必要なのだろうか。謎の巨人薩摩人を追え。我々は君の参加を待っている。